パパ栗好き？栗？うん、栗。栗？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 いや、それ行かれてるよ。あ、はい、すいませんすいません、そういう風に言われるのちょっと心外です。うん、いいよ。はい。はい。ツーマロンクリーム。ちょっとさ、周り騒がしいですけど、まあ気にしないでください。冷やして食べるパイコロネ。マリンクリーム、マリンじゃない、マロンクリームでございます。マリンクリームって。価格はね、税抜き139円。で、税込み150円でございます。ヨレゾーって書いてあります。新発売。情報量多いね、これね。これどうしようかな。ナイフ使う？切る？ナイフで。ナイフ使ってもボロボロにならない。結局パイだからさ。うん、そうだね、うん、どうしようか。この上で切って、一箇所切ってみて大丈夫であれば全部切ろうか。でも手でやってもボロボロになるのはボロボロになる、うん、どうしようか。どっちみちボロボロになる。まあかぶりつこうか、うん、あ、そうだね。はい、では開けてきました。開けてきました。新しいね。新しいね。いや、待って先生、先生待って。はい。あ、これ結構大きいんだね。大きいね。おい、こんな感じでございます。こんなんですね。見えますか？びっくりした。なんか飛んできたでびっくりした。コロネパンみたいな大きさで切るね、うん、そうだね。何がいいんだうん、ほんと周り騒がしいけど気にしないで、はい、こんなんですね。逆だね。確かに、うん、食べてみます、うん、どうぞ。あ、はい、あ、パイ、あのしっとりめのパイなんだ。うん、だね。パリッと感じじゃなかったね。うん、なんか来たけど。また来た。これなら手でいけるんじゃないかな。いけるかな。うん、いけると思います。やってみようさ、やってみようさ。あ、ほら、簡単に。おお。あ、でも中のクリームがちょっと。うん、ちょっと大きいね。それ、うん、コウシ君との半分こだね。名前言われたから寄ってきたよ。ちょっと。あなた、先生、いや、いいですけど。匂いだけね。なんかコメントにニャンコ登場してくださいって、登場させてくださいってしましたね。しましたね。はい、ほらどうぞ。じゃあちょっとパパ先に一口いただきます。美味しいですかね、これね。すごいふさふさしてるもう一匹ふさふさしてるのか、ふさふさしてた。ふさふさしてます。美味しそうだね。どう？美味しい？うん。うん。でも意外とあの栗っていう栗の味はしないかな。はい、栗の味はしない。いや、そんなにあの栗っていう強い栗の味はしない。へえ。クリームだけ食べてみても。うん。狙いに来た。あ、でもマロンの味するよ。うん、するけど、うん、あのほんのり優しい感じの。うん。うん。あんまり強くないんだよね。あの、うん、そう、なんだっけ、あるじゃん、ケーキとかでもあるじゃん、モンブラン、うん、あんな感じじゃないってことかな。そう、うん、ちょっとうっすらとその味もあるけど、またちょっと違う、うん、まあ、ちょっと食べてきます。ちょっと話ばっかだからクリームを食べた感じ、うっすらとモンブランの味、うん、で、まあ、マロンの味だね、うん、でどちらかというとクリームを意識してるね、これね。クリームをちょっと強めにしてるね。いや、おかわりか、ちょっと待って。うん。にゃあ。うん？飛んできた。早くだったよね。どうでした？食べた感じちょっとあっさりしてるね。そうだね、うん、重たい感じはないね。でちょうどいい感じだ、バランスが。この周りのコロネ、パイ生地か、パイ生地との、なんていうの、味のバランスもしっかりしてる感じがしますね。
しますね。個人的にはもっとあのマロンパリパリのパイ生地が好きだから。そうだね、しっとりしてる感じだからね、これね。ね、うん、渋皮マロン、渋皮マロン風味パイってある。あ、これ周りもマロン風味なんだ。で、中がマロンクリーム。うーん、そうだったんだ。はい、ということで今回は冷やして食べるパイコロネマロンクリームを買って食べてみました。食べてみました。どうでした？もうちょっと栗の味してもよかったかな。そうだね、欲張りで。いや、この渋皮マロン風味パイってパイの方でももうちょっと出てほしかったね。うん、あんまりパイの方なんか後から言われたから、うん、もう余計に全然しなかったからね。うん、ではまた次回の動画でお会いしましょう。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。まあ、これ食べたって人は、あ、これ食べましたとか、どうでしたかとか、いろんな質問とかね、コメント欄で書いていただけたらなと思います。高評価もよろしくお願いします。はい、チャンネル登録もね、もちろん、うん、お願いします。ではでは。